秋の訪れを感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。リポートでも秋を感じることができるリポートをいただいておりますので見ていきましょう。まずはこちら、東京都北区の方です。今夜は秋の味覚ということでサンマを召し上がられたようですよ。ご褒美で2尾注文されたということで、ビールとね一緒に食べるともう、美味しいという感じではないでしょうか。いいですね、サンマ美味しそう。続いてご紹介します。千葉県印西市、秋の味覚梨ですね。梨のリポートをいただきました。知り合いの梨園で梨狩りをされたということでね、ご自身で収穫もされたということなので、まあ、さらに美味しく感じられるかもしれません。ジューシーで美味しそうですね。ツヤツヤしてますよ。お孫さんも大喜びでしたということです。それでは続いてのリポート、香川県高松市、秋の味覚愛媛の栗のリポートとなっております。ザ秋という感じですけれどもね、皆さんもう召し上がられましたでしょうか。ちなみに私はまだなので早く食べたいなと思います。さあ気温でもね秋を感じられている方も出てきていると思いますので、今夜21時の予想気温確認しましょう。21時の予想気温を見ていくと、関東など一部のエリアでは25度を超えているところもありますが、広くですねオレンジ色や黄色などの、まあ、15度から20度といったようなエリアも出てきているようです。ということで朝晩も秋を感じることができているのではないでしょうか。体調は崩さないようにお気をつけください。